品川沖を出港する江ノ本艦隊。左端が三河穂丸。三河穂丸は幕末に江戸幕府が保有した西洋式帆船。表記は三河穂丸、美河穂丸、三河穂丸、三つが保つ丸、三河穂丸とも。前身は1865年にプロイセンで建造された商船、ブランデンブルクである。全長52.2メートル。 幅9.9メートル、排水量800トンで、3本のマストを備えた参照、バーク型の木造帆船だった。同年8月頃に、長崎港へ来航中のところを、幕府が代金3万5千ドルで購入した。三河ルと改名した元船は、幕府海軍の運送船として運用された。母親戦争に際しては、榎本武明率いる旧幕府脱走艦隊の一隻として、 1868年10月5日に品川沖を出港。この際には遊撃隊などの将兵614人と多量の軍需物資を搭載していた。機関開き高丸の栄光を受けて江戸地を目指したが、直後の10月6日に暴風雨に巻き込まれて栄光策を切断。マスト2本も折れて航行不能状態となり、10月11日に、 調子の犬坊崎近く黒星海岸へと漂着した。座礁の末に沈没、周辺漁民の救助を受けた者の,の乗船者13人が、推死した。生存者のうち250人ほどは、利根川を走行して、土浦方面へ、約150人は、和佐国の山間部を経由して、江戸へ向かったが、新政府方の高崎藩平などの追撃を受けて、大部分は投降し、 その一部が処刑された。遊撃隊の岩八郎ら一部は、逃走に成功し、榎本艦隊への再合流を果たしている。1882年、本船の水死者13人が埋葬された、遭難地点の黒星海岸に、三河丸遭難の日が地元民の手で混流された。また、静岡市の法安市寺にも、本船の水死者や処刑者を弔う墓がある。なお、 本船の選手像と思われる女性木像が後に付近の海岸に漂着した。両腕が欠損していたため、報酬を捧げ持つ形で修復され、竜神像と称して、銚子市,市の円福寺に祀られている。ただし、本船と同年に付近で沈没した辰野藩船、新竜丸の選手像との説もある。レプリカが神戸大学海事博物館に展示されている。ありがとうございます。